左側かなんかに、うん、右かな。え、何、女性が立ってるって有名なスポット？上見、それ見てごらん。え、何何何？なんて書いてある？北部最上って、火葬場です、こっちが。マジですか？火葬場。やば。これ絶対やばいでしょ。うわーでしょ。ちょっともうトンネルくぐるとき嫌な予感したんだよね。で、もう火葬場ここ。火葬場です。やば、マジっすか。ていうか機材なんかすごくないですか。なんすかそれ。これライトです。え、かっこいいかっこいい。なにこれ。え、すげえすげえすげえ。なに、え、いくらくらいするんですかそれ。これでもそんなに、いや、全部ひっくるめ、すご、全部ひっくるめたらでも2万しないっすよ。かっこいい。え、あ、すげえ、スマホのスタンドもついてるんだ、はい、そうです。かっけえ、すげえ雰囲気やばいね、ちょっとね。ちょっと上のベルト閉めるから一回ちょっと待って。電波ある？電波あったら手挙げて。電波あります？わかんない、途中からだから、そっちどこ向けだからあると思う。大丈夫、そっち側も行け、行けるどこも。ロハコさんがニコ生で、うん、やるの。そうそう、ニコ生に、お父さんがニコ生キャットフワッチかって出てもいいんだよ。あ、オッケーオッケー、全然。あ、じゃあちょうどばらけたんだ、フワッチニコ生キャスで。うん、ダマって出てきてもいい感じ。うん、じゃあ行きますか。ここからぐるっとこっちから回ってきて、うん、外カメの方がいい。外カメと内カメどっちがいい。トンネルのこっち側に、うん、こっち側に、うん、滑ってこっち側に案内板があるんですよ、うん、でこのトンネルがどういう風にできたかっていうのが多分書かれてるんで、うん、でそれの説明を、はい、まあ、リスナーさんに見せてあげて、はい、どういう経緯でいつからできたかで、今これ新トンネルなんで、はい、旧トンネルがそっち側にあるんで、はい、それをちょっと遠石登って近くまで行って見せてあげるっていう入り口を。で、その旧トンネルの先に女性の霊がもう立ってるって噂の。それは戻ってきてから、ね、別の戻ってきてから、はい、了解です、はい、了解です、はい、じゃあ戻ってきたらここに集合するって感じですか、ね、両方ともね、引き寄せるタイプなのね、はい、だから僕ちょっと離れるから、はい、僕がいるとバリアになる。なるほど。じゃあどうしたらいいですか。え、2人で回ります。俺1人で行っちゃっていいですか。あ、もう全然お任せします。和道さんと一緒に行ったの。そう放送は別で行きますか。じゃあもうここで開けちゃって、開けるなら開けちゃって。すごい機材だな、本格的な外配信の心霊配信、うん、やばテロップないの。マッチマッチはテロップないんだ、うん、あの機材いいね。ますか。こんなネスが立ってるって感じ。超怖いんだけどていうかさ、ノンタンさ、怖いから行きたくないって言って車に残ってたけどさ、うん、一人で残る方が怖いんじゃないの。大丈夫だ、大丈夫だ、懐中電灯とか持ってないの。持ってない。なんで撮影用機材をまだ用意できてないの用意できてない行けますか。真っ暗になっちゃうよ途中。嘘、山道だから。うん、山道なの。北部最上、俺懐中電灯持ってない。僕持ってるから。うん、夜放送するなら懐中電灯用意しよう、うん、僕1万ルーメンと2000ルーメン持ってる。うん、2000ルーメンで夜配信はきつい。おお、うん、
ちょっとリスナーさん何かあったら教えてよ、すぐ声聞こえたとか。俺懐中電灯ない。行きます。やだな。人が映ったりしたらすぐ教えてくださいね。もう全然乗り気じゃないから。行きます。一緒にいると説明が一緒に聞く。あ、説明だ。そう。本当にこれありがとうございます。チャージしてます。ここも心霊スポットなんですか？一応最上近くっていうので、はい、ここ一応心霊スポットになってます。あで、はい、ここは本ちゃんじゃなくて、一応隣の 旧トンネルの方が心霊スポットだったんですけど、なるほど、2000年にここは新しく振動で開通されたっていうだけの話なんで、真隣にあるんで。なるほど、はい、火葬場がそこそこにあるっていう。やばいっすね。よく見つけたね。すげえな、ここ。いやトンネルやだな。なんだろう、すげえやだな。こんばんは。あ、ともちょこありがとうございます。ともちょこさん、ありがとうございます。空気がピリピリしてますね。一番最初は江戸時代ですね。怖いっすね、ここ。え、怖いっすね。最初もあるし、うん、今まで一番怖いかもしれないですね。まだ新トンネルだからいいし、うん、まだまだ大丈夫ですけど、うん、ちょっと空気がこの上最上。この上が最上なんですか。え、ていうかなんで旧トンネルは廃止になったのかがよくわかんないんですけど。古すぎて、うん、車1台しかやっと通れない。あ、そうしたので、あと崩落の恐れとか、はい、そういうので旧道は中止。あ、はい、で振動建設に当たって、はい、振動ができた2000年に開通されたっていう。マジっすか。この間この間を、はい、寒い。寒い。旧道の
はいはいはい。この竹林じゃん。そうなんですよ。この竹林は竹林なんです。僕がいるとバリアになっちゃう。うん、あそこの車止めてる門が、もう最上の門なんじゃない？ああ、そうなんだ。電波ある？みんな見れてる？電波ありますか？見れてる？みんな大丈夫？見れてる？ OK。 いや怖すぎるんだけど。あ、旧道ね。旧道だ。あ、隣なんだ。真隣なんだ。あー、うわ怖え。なんだこれ、やば。え？石段に乗ってくの？よいしょ、よいしょ。いや、なんか女の人が立ってるって有名なところに行くらしいっすね。この今明るいところは振動で、今真左に旧道っていうのがあるらしくて、でぐるっと回るとその女性が、これが旧道らしいっすね。あー、ちょっと茂ってますね。ちょっと入り口が茂っちゃって見づらいかな。あ、お茶ありがとうございます。ロボコさんはついてきてないかな。ロボコさん登れないですね。はい、これをこっちで見たらまた雰囲気がちょっと出て、本当は中入れればいいんですけどね、フェンスに囲まれちゃってるんでちょっと難しいですね。お茶いっぱいありがとうございます。白熊スタンプありがとうございます。旧道は入れないみたいですね。旧道はそうですね、もう封鎖されちゃって、今あの道路工事の方の管轄になってて、荷物置き場になっちゃってるんで、うん、あ、はい。なんか見えた？嘘、どこ、どの辺、なんか見えた？ちょっと寒いですね。今なんか映った？どこら辺？お茶いっぱいありがとうございます。嘘、顔が映った。
これは1666年に作られたと思います。撮りますか。はい、はい、あ、そばばあさんいらっしゃい。こんばんは。寒い。あ、なんかいる。あ、ローカソンだ。何やってんすか。倒れないように。あ、倒れないように捕まってたんですか。斎場目の前ですね。もういいでしょ。火葬場もあるっぽいっすね。あ、渡んない方がいいんだ。うん、わ、ね、引かれる引かれる。行きましょう。車来るよ。ロープさん、火葬場はね、私有地だから入れないでしょ。うん、ここ門があるから。うん、今映してるね、火葬場を。車は火葬場と向き合ってるけど、ね、なんか寒いですね今日。うん、雪降ってまだ2日目じゃん。ですね。ありがとうございます。大丈夫？はい、ちょっと次に行きたいと思います。
対カメラに。こんばんは、いらっしゃい。この交差点に女性の霊が出る。え、この交差点に出んの、うん、この交差点に 女性の霊が出るんですか、うん、だって今説明してる。マジで あっちにくっついてないと説明が、うん、そっちに和藤さん無言になっちゃう、うん、え、何どうなの霊したらどういう感じなの、ロッコさん的には。うじょうじょいるよ。うじょうじょいる、うん、女性どこじゃない。女性どころじゃない。どの辺が一番多いか指さしてもらえる。和藤さんの近くの。この辺。嘘、和藤さんは引き寄せるタイプだから。この辺。和藤さんが歩くと一緒に。嘘。え、なに俺の周りにいっぱいいるの。そうそうそう。嘘。どこ来ないで来ないで来ないで、嘘嘘、怖いんだけど。え、怖いんだけど。じゃないと音声入らないじゃん。おお、うん。この交差点にいっぱい出るの？この交差点が女性が出るっていう噂の。そうです、はい、へえ。まあ、どっち側に出てくるのか。はい。検証しますか。で、それを。このしましまのところ。ここに人がいる。うん。渡っちゃった方がいい。渡った方がいい？いや、赤になっちゃったから、うん、そこの木が一本あるところにも5、6人いることは。5、6人だ。両方とも丸一さんも和藤さんも引き寄せるタイプだから。おお、僕の近くにいると離れちゃう。近くにいてよ。えると和藤さんの放送に快音が入らないくて面白くなくなっちゃう。マジで、うん、丸一さんにくっついてた方が快音が入る。オッケーオッケーオッケー、行くわ、うん、お写真今放送中だから撮れないわ。ちょっと待った、そこにいて動かないで。後ろから近づいてきた。ちょっと待って、ちょっと待って。え、うん、いいよいいよ。危なかった。今こうやって、はい、こうっ、俺にやったら、そっち側でやって。うん、うん、いやいや、わ、伝わんないから。首を、うん、こっちにいた方がいい。うん、オッケーオッケーオッケー。じゃあ丸一さんの方いる。うん、オッケーオッケー。締められそうになったので、一人でこれ。ここ水場でしょ。はい。ここですか。水場。水場かな。いや、下に。下なんだろう。下は田んぼですね。あ、田んぼ？畑？畑っぽいっすね。水場があったみたいだよ、この辺に。もしかしたら田んぼを見て。ここになんかあの女性の霊が映る交差点で有名なスポットらしいです。この交差点が見える。なんか霊感感じる人いますか。この交差点が女性がよく映るって言われてるらしいんですけど、どうでしょうか皆さん。大丈夫ロハコさん。うん、言ってね、気分悪くなったりしたら。うん、ロハコさん51歳です。感じるんだ。これ赤養分出た？嘘？マジで言ってる？あそこの交差点だよ。
オーブ出た？嘘？マジで言ってる？怖え。ロボさん、その辺なんか人立ってますか？電柱の奥。ん？人立ってますか？電柱の奥。ちょうど坂上がったぐらいの。左ね。はい、左側。うん、左のよく刈られてる壁がある植木と境に。あ、おかえり。大丈夫？無理しないでね。あとその木。家帰った後、トイレ行ける？全然行ける？一軒家壊したような建物の木。ちょっと胸が苦しくなってます。あとね、カーブミラー映してあげるといいよ。たまに映り込む。カーブミラー。鏡とかね、電話ボックスのガラスとかに映り込みたがる。おお。何の音？いや、なんか今変な、左から変な音が聞こえた。家か。寒い。あ、やばい、俺バッテリー切れそうだわ。バッテリー切れそう。予備バッテリーも持ってないな。予備バッテリー持ってるロフォさん。今はリュックサックスで。 iPhone じゃないもんね。 iPhone じゃないから差し込みがない。もうちょっと様子見てダメだったら戻るわ俺。ちょっと配信用バッテリー持ってない。俺ほらスマホじゃなくてパソコン配信だからさ。すごいでかい家っすね。これなんすか。すごいっすね。立派な家だね。ですね。あ、なんか。あ、やべえ、バッテリー残り 1% になった俺。ん？ 1% になった。うん、できるまでやってあげれば。おー。寒いっすね。あれ？車出たの何分だったっけ俺。車出たの何分前ぐらいか分かります？誰か。25分前。あ、じゃあそれこんなに早く 1% になるわけないな。バグかな。冷えて長ってる。そうですね。ごめん、ちょっともしかしたら落ちちゃうかもしれないわ。いいとこだね。その椿が咲いてるとこにこっち見てる。はい、ありがとうございます。え、どこ？木のところ？椿が咲いてるところからこっち見てる。嘘。赤い花。うん、赤い花と下の全然関係ない植木との境の周りとこにいるよ。うん、こっち見てね。あ、ぽい。うん。後で動画公開して見直せば見えると思う。今の見える人います？明るくすぎると見えなくなっちゃうこともある。あ、こんばんは、皆さん。電話する。はーい。終わるとか。終わります。ここまだ雪残ってるじゃん。すごい。残ってますね。だから寒いな。寒いっすね。
まとまってます。ありがとうございます。いい顔がある。今オーブ飛びました。え、むしむしむし。てか今日フルムーンだ。フルムーンですね。フルムーン、満月です。満月、うん、今日満月ですね。まだ映像来てますか？大丈夫ですか？映像来てますか？月綺麗だね、満月で。すごいね、今日。うわ、赤だ、やだ、もう。うわ、やだ。マルチさん、右側通ったもんよ。いやー、ちょっと、赤なんだけど。お台付近を映す感じで。ちょっと嫌なんだけど。うお墓。ほら、マルチさんも。いや、もう超嫌だ。何このスポット。田舎ってさ、自分の家の近くにお墓あるの？いや、すごい。なになに、ちょっと待って、影が。なにこれ。お墓が、すごいな。斎場があって、お墓があって、女の人が出る交差点。すげえな。やばいね、ここ。もう超怖いよ、うん、すげえスポットだな。戻った方がいい？マジで？またぎます。大丈夫大丈夫、うん、マルイッチさんはツイキャスの方ですね。ツイキャスで今放送中です。あ、大丈夫だよ俺、懐中電灯は。うん、寒いなぁ。あ、踏み外しますよ、大丈夫ですか？はい、いい。お墓には入ってないですよ。敷地には入ってないです。ここが境界線なんで、こっち側にお墓が目の前にある。敷居がないお墓なんですよ。この道路沿いにあるっていうか、敷地には入ってないです。ああ、怖いですね。なんだろうこれ。すごい古いお墓ですよね。これは多分もう100年ぐらい前、100年以上前ですね。あ、そうっすか、はい、こんな形見たことないですもんね。もう一つはもう折れちゃってるんで、真ん中のここは、はい、このやつはもう折れちゃってなくなってますね、はい、上は。すげえ、100年以上前。石の歴史が違いますもんね。うん、これも折れてますね。ああ、本当だ、奥のやつ。あ、ありがとうございます、山さん。奥のやつ折れちゃってますね、石が。すごい古いお墓がありますね。ロハコさんとマルイッチさん。ロハコさんはニコ生で、マルイッチさんはキャス主です。今日は放送してないけど、ね、今日やらないですか？うん、今日はマルイッチさんの動画だけで十分だな。アドさんも動画残るっすでしょ？俺 YouTube に残りますよ。残るでしょ、うん、なら大丈夫。離れた方がいいかな。ロブさん元気ですか？元気。ロブさん大丈夫ですか？あれ言ったら今日ね、トレーナー履いてるからね、すごくいい。トレーナー履いてるからすごくいい。
赤私有地ですよ。私有地には入ってないです。あの道路沿いなんで、あのガードレールがここにあるんですよ。いや、むき出しのお墓なんですね。あので、あの名前が書いてないすごい古い、あのなんていうんですかね、お墓ですね。名前書いてないですよね、これ。書いてないですね、もう。これ無縁仏ってやつ。無縁仏に近いですね、もう。ああ、はい。すごい古い石ですもんね。この方はふわっちで今配信してますね。よろしくお願いします。今ローブ2つ飛んだよ。うん、本当？みんなこっち向いてるよ。え？こっち向いてます？みんな並んでこっち向いてる。嘘。みんな並んでこっち向いてるよ。うん、害はない。害はない。風船ありがとうございます。どこの、ここは場所はなんて言えばいいんですかね。場所は青葉台ですね。青葉台、はい、横浜の青葉台です。寒い。僕もちょっとごめんなさい、突発で来たんで全然分かってなくて申し訳ないね、リスナーさん。青葉台だそうです。お墓というよりトンネルをぐるっと回ってきた感じですね。え、江戸時代の処刑場この辺なんですか。処刑場は、はい、処刑場です、ね、あの斎場もともと処刑場だったんですか。ほう、斎場に。へえ、何この階段、すげえ、すごい急斜面ですね。なんですかこれ、重力に逆らってますよね完全に、はい、なんだこれ、え、何これ、変な階段、変な階段ですよね、はい、え、何これ、斜めに階段作られてる。これ坂じゃないんですよ、階段なんですよ。え、なんだこれ、横に足一本置けるぐらいですね。変っすね。え、ここ和道さん、平和の輪に道と書いて和道さんですね。なんだこれ、近いとこかな。あ、そうなんだ。なんだこれ、この道はなんか心霊スポットじゃないですか。いや、じゃないですね、これ。おー、はい、あー、じゃあまずいっすね。え、ロハコさん、あ、やべえ、発作起こしてる。ロハコさん、大丈夫？ごめんね、気がつかなくて。大丈夫？ああ、ごめん。うん。あれ、飲み物持ってくるの忘れちゃった。え？うん。取ってこようか。いや、いいよ。大丈夫？いや、我慢できるの？え？飲み物だから、お茶だから。お茶ある？取ってこようか。え、お茶車。うん、取ってこようか。お父さん持ってきてもらえる。いいよいいよ。いい、うん、じゃあ持ってくるよ、待ってて。大丈夫です、大丈夫です。発作起こしちゃった。ちょっとお茶取りに行くね。さっきの交差点一人でやだな。お子さん薬飲むようなお茶を。寒い、やだな、さっきの道通りたくねえな。いや、どうだろう、自販機がね、田舎の方だからないんすよ。ちょっとすぐ戻らないと。ごめんね、リスナーさん、配信楽しみにしてんのに。寒い。怖い。ここがあの人が出る交差点ですね。女の人が出る。え、誰？人いる？あ、ロコさん転換持ってたんですよ。Yeah.
回ぐらいに寒いですね。そうそう、転換の発作で薬飲まないとまずい。倒れちゃう。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねん。もう